番杉に切った3番の伊予野が先頭の位置、7番の臼井が3番手、短期6番の澤田裕二が6番手、人気の柳田は後方7番手、しかしここで3番手からかましていこうという体勢です。7番の臼井のかまし最終周回ながらワニブチが遅れました。すっぽりはまったのは3番の伊予野高照、マーク9番の村田正和と近畿コンビは絶好の2、3番手、後方からまくり上げる5番の柳田、バック反応できるか3番の伊予野、3コーナーカーブへと入りますが、これを一気に捉え切りました。柳田のまくり、そして切り替える3番の伊予野高照、1番の松岡と並走です。4コーナーから直線でさばいたか、3番の伊予野、内から9番の村田だからまくった5番の柳田は圧勝、2着争いは9番の村田。もうあれしかないですね、レース的に。ただかなり激しく張りに行きました。難しいな。ちょっとバック焦りました。勝って井上さんが持っていかなかったら僕もなかったです。そうですね、はい、まあ内側でもう全然そうですね、はい、まあ前まで踏んでくれたんで助けられました。薄井さん、はい、薄井さんがもうちょっと先行するぞっていうそういう雰囲気もあったと思うんですか。そうですね、なんかちょうど合っちゃったんで自分の仕掛けも微妙になっちゃったっすね。あ、本来だとどういうプランで考えてるんですか。そうですね、本当は中段欲しくて、はい、切った上切ってそのまま先行したかったんですけど誰も出なかったんで前から引いて、はい、行けるとこからっていう作戦だったんですけど、はい、微妙でしたね内容は。そうですね、ダメでした、はい。まあ、ちょっと明日はね本来の仕掛けで。そうですね、まあ、明日は思い切って仕掛けようかなと思います。そうですね、まあ、明日は本当はタッチに行っていいレースですけどね。あ、まあそうです、はい、まあ、頑張ります、はい。